皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もベオネッタ2遊んでいきましょう。さあ前回はチャプター12ルメの賢者を突破したところで、今日もね攻略を続けていきましょう。今日はチャプター13危険の町ビグリッド、これ輪に登場した町ですね。ビグリッド出発。奴だけは許さない。ルーメンの誇りにかけて必ず息の根を止めてくれる。なんだこれは。坊や、この場所は、いや、この時代はまさか。あれ、ビグリッドってここだったっけ？修道院。そっち行ける。ちょい待ってね、こっち。ここら辺なんかあるんでね。基本武器そうね、やっぱりこれかな。ラークシャサ。これで行く。そっち。これ無理か。調べる。火災が起きてるのか、市街地の方が赤く照らされている。にわかには信じられないが、どうやら本当に過去へ。500年前の忌まわしいあの時へ戻ってきたようだ。あ、じゃあビグリッド。この500年後か。で、町になったんだ。オブジェぶっ壊し、ここら辺は何もないかな。となると魔女狩りか。500年前。これは敵じゃない。あ、ですね。あ、これ1のマップそのままだ。あ、これ魔女ね。こっちだ言ってるんだけど、ちょっと待ってね。でね、そっち。そこは確か行き止まりだったはず。こっち。先にこっち。何かな。よし。まず石棺で。リッチハート。もうちょいですね。あー、これ懐かしいな、こいつら。マジか。食らった、食らったんだけど。ちょ待って。硬くね、なんか。それで全力。ひるまない。なぜ。あー、そうそう、こいつらね。惜しいわね。突っ込んでくる。あ、ね、こいつら強いよ、これ。なので、戦争。よし、当たればカクテルヒルム。どうかな。被弾3発。よし、まずプラって天使硬くなったな。柔軟剤を使っておらん。さあドキュメント。ビグリッドに落ちた影。魔女はもうこの世にはいない。かつてヨーロッパ全土に吹き荒れた魔女狩りという教皇が魔女の一族を一人残らず滅ぼしたのだとシンスターはそう伝えているが、事実はもっと複雑だ。魔女の一族が住んでいた町ビグリッドを襲った魔女狩りは戦争といっても過言ではなかった。一人の賢者が引き起こしたのは人間同士の争いではなく、天界魔界を巻き込んだ蹂躙だった。天より降臨した神の眷属がもたらした圧倒的な破壊により抵抗むなしくアンブラの魔女たちは一掃された。またその破壊は魔女のみならずルーメンの賢者一族にも大きな傷を与え、やがて両一族と共に歴史から姿を消すことになる。だが俺は歴史の観測者と謳われた魔女と
賢者の歴史を調べているうちに、それまで目に見え耳に聞こえていたことが全てでないことを知った。虐殺を生き延びた魔術族の末裔、彼女の記憶に秘められた壮絶な運命、そして今の回り続ける因果の輪、そう、この世界の存続に関わる何かが今まさにここノアトゥーンで起こりつつあると俺の考え言ってるんだ。俺は犬より頼りになると評判のこの花で、それを必ず嗅ぎ当ててみせる。これルカもこの世界に来たってわけじゃないのか。500年後にここで落としたのかな。さて、でここら辺はですね、何かありそうな気配。そこ敵だろ、そこね、ここら辺ね、前はいたもん。ほら、ここはもう陥落する。時計塔へ結集して全力で守るぞ。あなたは、お前これママネったか。熱いなこれ。まだまだね。親子共闘初の。回避してからの、お、これいいな。やっぱり巻き込んでいける。こいつ、こっち、セーフ。あの細いやつ来た。これはちょっと武器変えて、見えない見えない。ちょいもったいないけど、アンブラ一発被弾か、もったいない。ゴールド、熱いな。おい、あ、ひるんでない。これまずいな。アンブラでひるまんか。よし、これチェーンソー無理かな。相性悪いか。母ちゃん大丈夫。ドン。よし、光ったら回避。これは分かりやすい。これがよく分からん。よし、でコンボか繊維で、それもよく分からん。あ、下からか。この複合よ。今の避けてない。ちょいボミス。俺カメラがこれ見にくいんだもん。で下からドンね。よし、これ回避してアンブラン叩き込む。俺地味強いなこいつ。ハーフですね。一発回復ドン。もう一発回復。
で、ブー来て、下から。よし。2000目やれれば、振られる。それもな、今避けたはずなんだけど。あれ、来ないこれ。さらに。これシルバー、ちょいへぼったな。ポイして終わりか。あと他に、そこにですね、そうカラス、これは取っとく。よし、さあ20分の12。あとはね、何、ムスペルヘム。よし、今バース3、4ぐらいかな。ここね結構長そうだわ。あとむずそうだわ。さあタイムアタック、タイムはこれかな。効果力、よし。さあどうでしょう、これめっちゃ簡単じゃない。まあ、もしくはハンマーか。できればピュアプラチナじゃないんだな。プラチナコンボ稼いでって感じか、わざと。さあビグリード観光行きましょうか。母ちゃんそっちらしい。ちょい待ってね、なんかあった。こいつか。天使の艦隊が向かう先には魔女のシンボル時計塔がある。すでに中央まで進行されてるようだ。時計塔行かねば。これね、ワン結構話難しいんですよ。タイムパラドックスというかね、なんかあれなんていうの、時間流行的な話。さあこの、特にベヨネット、自分の母ちゃんの死をあれか、大人になってから見たって感じか。だよね。回避、よし。あの天使な、割とやっつけやすい。アイテムないかな。前作ここになんかあったんだけど、上側ないね。よし、あ、そう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 、ここね、ドラゴン来たんだけど、今回は艦隊か。え、これどうすんのこれ。え、これめっちゃ食らうんですけど。え、これ避けろと、これこう避けてこうか。どうなった、突破したのか。了解。止まってね。キャンディ、ここでですね、キャンディをこさえてよかろうか。よし、 OK です。ただこのチャプター今楽しいわ。戦闘は楽しい。悪魔じゃないしね、敵で。さらにドキュメント、鍵あるところ。中世の貴族の邸宅などによく見られた避難のための地下通路をよろしく。ビグリードの地下には魔女たちが秘密裏に移動するための通路や修行のための部屋が多数存在していたようだ。これは以前俺が魔女について深く調べていた時に探し当てたことだが、どうやら親父もすでに気づいていたらしい。まあそれはさておき、彼女らは魔導の技が進化を発揮する闇を好み、日中屋内の施設にこもって修行を行っていた。太陽を嫌っていただけかもしれないが、そうやって日常から切り離された場所にいることで、修行の方法や秘伝の術が漏れないようにしていたのかもしれない。なお、それらの地下通路や地下施設は、魔女一族が滅びると同時に忘れ去られ、長い年月を経て町が発展した今では、まさか自分の家の真下にそんなものがあるとは知らずに暮らしている人間も多いことだろう。
まあそんな気味の悪い話は知らぬが仏だ。地下墓地みたいなもんか、カタコンベ的な。あ、出ました。これ懐かしいな。あの、ゾウね。ちょっと待って、あの、ゾウ行かしてくれ。あ、これ天使と、これめっちゃ良いな、これ。チェーンソー。確定でヒルム。当てれば、勝てる。さあ、コンボか繊維で。よし。あー、出ましたよ、こいつ。ワンちゃん。ビュッ、そう、ビュッて、そう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 。さあここはアンブラン、からのよし死んでしまった。トーチは決めようかと思ったんだけど死んじまった。よし、さあプラタ、ここら辺はプラチナ簡単かな。でこれをそう上げてパーチンする。これ懐かしいな。持ち上げて、そう回避してこっち、はい。さあここも、あーこれはですね、これまずいな。まずどっちか片っぽを絶対やった方がいい。はい、よし、こいつら見知ってる。よし、体が覚えてる。ということは他に何かな。カニかな。もうこっち、こっちはいけません。いける、あいけるわ。よし、さあ石棺ぶち壊し。ポケモン GO でね、榊さんを探して、7キロかな。7キロぐらいね、歩いた。歩いたというか、歩かされた。榊ここにいますっていう風に、レーダーが出るんだけど、行ってみるとね、おとりなんだ。ロケットランの下っ端で。で、延々とおとりつかまされてね、7箇所ぐらいかな。7、8箇所ぐらい。さすがに心が折れましたね。ヘトヘトになって、榊。結局なんかどっかの鉄塔の下かな、交差点にいました。よし、何、か、母ちゃん母ちゃん、あ、いた。あ、それ攻撃なの、ブンってやつ。いや、わからねえだろこれ。なんだこれ。あ、しかもこれ倒すのかな、もしかして。体力バー結構あるぞ。いや、まず撃退して、よし。一応プラッタ。そっち行けそうと思ったけど、なんもないね。親子の会話いいのかな？話すんだったら今しかないんだけど。さあ、ロリポップグリーンハーブ。これもらい。で、ここかな？これをこう。はい、こうして、こうだ。あ、もうちょい行くの？どうでしょうか。おーし、あー、押しじゃない。入った、よっしゃね。ギリギリ。こっち、これ、これなんか怪しくない？そこ。こ、ね、こういける？あ、いけるんだな。よし。で、石棺ある。こっからどう行く？あのね、そっちに石棺あれば。じゃあ、行くしかなかろうに。で？これ食らうんでしょ？多分この溶岩。ビシャーってつ。誰ここに石棺置いたやつ？どうかな？イエロームーン。これ取って。危ない。ここら辺戦闘ありそうなんだけど。これないんだな。じゃ、これで終わり？ただね、戻りバース多分いっぱいあるんじゃないかな。あ、待って、これまずいな。どう帰る？こう帰る？
よし、さあ合流行こうか、母ちゃん。ママネッタ、ここでまた来るの？指をこうチェーンソーで切ろう。な、何しろそれ。こっちをこう潜ってこと。母ちゃん頑張ってる。で、次こっちか。よし、で、待ってね、ヨガに触れてこう行く。で、そう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 、ここら辺で中のとこ、え、じゃ、ジャンプ、そう、よし、殺さないんか、足場か。え、これ初見よくわからんわ、このステージは。で、しょっぱるんだけど、そうね、じゃあロリポップ買っとこうかな。ちょい待ってね、メガロリポップ買っとこう。お前はヘイロー、俺はアイテム。さあ今日も地域経済を回そうぜ。どこの地域経済だよ、地獄かな。メガロリポップ、あ、これも売ってないんだ。メガロリポップグリーンハーブ、あーですね、そっか、これ限度あんのか。じゃあもう何も買えないか。あと一生ぐらい、魔女のたしなみ、ここら辺じゃあ買っとくか。竹三日月とスーパーミラー2、これも衣装かな。クチュールバレット制服なんだこれ、制服不景、見習い魔女、メタルウィッチドレス、見習い魔女、これいいな、買ってみようかな。と、そうだね、父兄さん、これも買ってみようか。父兄とメタルウィッチドレス気になるんだよな。よし、50万ぐらい使った。じゃあ2周目の戦闘で収録しようか。さあお次、待つんだ、早いんだ。ママネッタパーッといくな。あー出ました、こいつら。見えねえ、相変わらず見えねえこいつら。ただこっちはそう新技があります、アンブラです。再びアンブラ、これをここで入っていくしかなかろうに。これもね、金色がいるんだな、金がに、あれがね、まあ強いんだ。リッチタイム発動しないという、これ今作も出てくるのかな、金がに。よし、さあプラッタ、ここら辺は割とご利用してなんとかなるかな。どういく、こういく、で、こいく、よし、はい、こいく。あの、そこなんかありそうなんだけど、見ていい？ただの食材かな、他に何もなし。じゃあこっち、時計塔、これ時計塔に行くのかな、いや違うかな。で、セカンド、ここなんかね、戻りバースっぽくね、ここ。露骨に戦闘ありそうなんだけど何もない、意外と。とりあえず行こうか、円卓の間。あ、これ月なんだ、これ押されね。よし、こいつボスか。蹴ってくる、上からドン、これブンでしょ。よし、チェンソー、
はい、こいつは見やすい。いいで。ただね、チェーンソーとリーチがめっちゃ短いんだ。お初期押し叩き、あ、今のは銃撃かな、どっちかというと。コンボ担いで、あの叩いた場所から噴出するのか、炎が。ひるまないこいつ、アンブランド。おしおき、よし。さあもうちょいかな。よし、さあこれでチャプター13、消えの街ビグリッドクリアで、今回ゴールドでした。1個飛ばしか戦闘ね。で、平均的に見るとプラチナっぽく見えるんだけども、ゴールド飛ばすとこれまずいのか。じゃあ結構下がるんですね。悪い子ね。それで全力。まだまだね。惜しいよね。
さあどうね、今回も時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、でまた次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。
ではね、また次回ブレンダー2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。